カラサリスって何に進化するやつやっけ。間違えた。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、めっちゃくちゃ久々にポケモンをやるんやけどめちゃくちゃ久々にポケモンやるんやけど、多分さ、前回プレイした時って、前回でクリアしたんかな？多分クリア後の世界からハイスタートってなったのは今回が初めてなんじゃないかな？違うっけ？それぐらい久々なんやけど。まあ、なんかね、神話の探求者、黒曜の原野、拓大ベースでウォルと合流する。ウォルさんと合流するってことやけど、まあ、とりあえずね、近くにあるサブクエも受けていこうかなと。まず私が見たことだね。ゴンベがいきなり豪雨に向かって駆け出してさ、なになに、なんか話途中から始まった？なんか話しよったっけ前。濡れるから止めようとしたら大発生を見かけたのさ。おう。ゴンベはもしかしたら大発生を気にしているのかな。あ、これは、あれか、何やったっけ、翡翠、ゾロアを見つけた時の話かな、これ。ゴンヌ。そういえばなんかそんなことあったよね。白いやつ。そうだとしたらゴンベがいれば大発生の調査に役立つかも。私もゴンベのことが気になるからね。あんたに協力させてもらうよ。サブ任務96。黒曜の原野、大発生の調査。お、ちょうど黒曜の原野行くしね。用意ができたなら調査に行こう。早速向かうかい？おー、じゃあ行こう行こう行こう。よし、来た。じゃあ高台ベースに向かおうか。おー。一緒一緒行くの。今回もなんか、大発生してるやつおるんかな？それとも、この原因か？ここまでに気になるところはなかったね。ゴンベの反応もないようだし。しばらく様子を見ようか。何か起きるかもしれないしね。ふんふん。雨降ってきたんですけど、しかも結構風も強そう。雨、しかも強くなりそうだね。ゴンヌ。ゴンベ、豪雨が気になるのかい？謎の大発生。一体何が起きてるんだい？ゴンベじゃなくても多分豪雨は気になると思うけどね。どう探す？場所は？どう探す？あんたの洒落た地図なら何かわかるんじゃないのかい？ゴンヌ。ん？何か。大発生の目撃報告。え？なんかめっちゃあるんやけど。何？怖。え？え？めちゃくちゃあるけど？ねえ、黒曜の原野全域にあるけど。大発生。同時にたくさんの大量発生が起きる現象です。あ、そういうこと？やけん大発生じゃなくて大発生？大量発生の場所は地図にハテナで指名され、現場に着くまでポケモンの種類はわかりません。大発生は時間が経つと収まるので、急いで調査に向かいましょう。ほう。これが定期的に、黒曜の原野以外でも？いろんなところで起きるんかな？この翡翠地方で。すげえな。それは？場所によって、ポケモンも場所によって違うんかな？同じポケモンがこんだけの数ってわけではないよね。かわいい。大量発生の気配がなくなるまでポケモンを捕まえたり倒すことで、その場所は調査完了となります。たまに調査完了した直後に追加でポケモンが現れることもあります。なるほど。じゃあ完了とかは一箇所ずつってことなんやね。大発生が起きている場所が分かったようだね。そうだね。3箇所ほど調べれば情報が集まって何か分かるかもね。ふんふんふん。地図を確認してハテナの場所を調査しよう。そっか、ドラクエとかと違って地図がずっと出てるわけじゃないんやっけ。めんどくさいね。ずっと出とってくれたらいいんやけどな。こっちの方、なんか微妙に方向違うよね。こっちか。とりあえずこっちの方向に、どのあたりやろう。近づいたらおらんなるとかいうことはない？
これは雨が降っとる時限定なんかな、別に関係なくかな。なんかあそこ人おる。なんか人おった。ん？この辺じゃない？ん？違うのか？なんかちょい通り過ぎてる感じが。あ、なんか攻撃されそうな予感。ういー、やめてよー。あ、あそこか？あ、ここじゃない？怖い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 。あれは、ギャロップですよね、多分。え、親分ギャロップ捕まえたい。え、でも、これクリア後やもんね。待って、どれぐらいかな？強さ。めっちゃ強いんやないん。とりあえず、一旦挑んでみよう。一旦ね。一旦。あ、でもそうでもないか。ふん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 。大丈夫そう。あー、強い。待って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 、強い強い強い。いいファイト。お、これちょうどいいんじゃない？向こうの、あー、耐えてくれなかったか。くまあ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 、でも捕まえられそうな気がするよ。いや、私ボール持ってる？じゃなくってこっちだわ。よかった、持ってた。これでボールゼロやったら最悪やんね。イエーイ、一発。ポニータやった。ポニータやった。重いサイズ、まああんだけでかかったらね。で、あれなんやろ、この辺の、間違えた、この辺のギャロップを、まあ、全部倒さんといかんってことなんやろ。倒していきまー。あれ消えたんですけど。やめてよー。やめてよー。あ、全然レベル違うんやね、やっぱ親分と。転がる。よっしゃ、ちょっとその辺のコラもベラベルトの転がるでいくわ。よしよし、いけいけ。これあれじゃない、ポニータの図鑑も完成するんじゃない。寝ないで、寝ないでね。間違えた。一個間違えた。まあいいや、一発やけん。まあ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 、これレベルの差でね。おお、びっくりした、背後に。逃げないでって。逃げんなって。あ、消えた。何こいつら、瞬間移動するんやけど。違う？うえい、いない。なんかあっという間に消えてくんやけど。そのさ、まあ、1箇所につき何体倒せば完了になるの？全部とは言いよったけど、増えたり減ったりするやん。明確に何体って記してくれんとね。困るんやけど。全部が何体なのかがわからねえ。イエーイ。で、そこにもね。これで最後かな。めっちゃ警戒されてる。とりあえずそこそこに一体は親分がおるんかな。そういうわけではないのかな。まあ、そこそこにおるんやとしたら、もうおらんやん、お兄た。あ、おるおる。おったおった。これでラストぐらいかな。イケーイ。一箇所ずつちゃんと完了みたいな文字で出てくるんかな。じゃないと分かりづらいよね。まあ、どっちにしろマップ上には出るかもしれんけど。ふぅ。お、
やったわ。報告されたポケモンの気配はなくなった。これでここの箇所は終了ってことやね。オッケーオッケー。次はまあ、ここが近いけんここに行きますか。ふう、え、どこだ。めっちゃ普通に正反対の方向を向かいよった。やべえやべえ、ピン立てた意味よ。さあ次は誰だろうか。時間取ったら消えるんよね。ただ私は今回復がしたいんだが、回復は大丈夫？消えない？はい、みんな元気。でもあれかな、普段は消えるかもしれんけど、今回これサブクエ中やけん、サブクエ中は消えんかな。消えんといてほしいな。一番下かな、砂浜らへんかな。さあ何がいるんだろうか。何あれ、え、何あれ、マユルドかな。え、何これ、マユルドか。いまいち把握できてないけど、私マユルドっぽいね。カラサリスやった。カラサリスやった。全然違う。待って待って、捕まえてないわ。見たことないもんね。このままいける？レベル9やけんいけるかな。そういうことじゃない。やったー、イエーイ、カラサリスゲットー。カラサリスって何に進化するやつやっけ。間違えた、豆寄せ玉投げた。ポケモン投げたつもりやったんやけど。きたー、やめてよー、イエーイ、あと一箇所ー。さあ、なんかできるならさ、ちょっと捕まえてないポケモンがいいよね。まあ近くに行くけど。結局近くに行くんやけど。でもどうせなら捕まえてないポケモンを捕まえたいけんさ。これ多分あと一箇所調べたら。うわ、めっちゃ持ってんな。他のとこ行こっかな。ね。ちょっとずつちょっとずつこっち行こう。これはどこ？あっちかな？報告にあったポケモン？見つけてない見つけてない。そっちじゃなくってこっち行くんで私。さあこっちは、ヒムッソじゃないよね。なんだなんだ、もうちょい先？どこ？え？おらんくね？あるよね。別に他のところ見つけたけん、おらんなるってわけじゃないんよね。あー、なるほどね。何やったっけ、この子ら。名前忘れた。名前忘れた。これか。んじゃあ、ちょいこっち行こう。あ、もう捕まえとんよね。カラナクシやっけ？違う？ポケモンはね、私、赤、緑、青とかそのあたりからね、多分一番最初よね、からほぼ全部やってるんだけども、記憶力というものが悪くってね、そんなに覚えてないんすよね。あとやっぱり大人になってからやるのよりさ、子供の時の方が、あ、これ、落とし物じゃなかった、全然。子供の時の方がさ、なんか全力でやっとる感があって、なんか記憶、めっちゃ定着してない？え？あれかな？あれ？これ？いっぱいおるような気はす、ああ、これか。なるほどね。いや、君たちいいよ。だってね、どこの場所でも夜になったらめちゃくちゃ湧いて出てくるやんね、君ら。うん、え、次どこだ、あっちか。違うな、ちょ、ウォーグルで飛んだ方がいいかな。もうちウォーグルなんかね、扱いづらいんよね。
まあ、今一年行ってほしい場所に行かないんですよね。で、この辺やろ？一緒か。ポニーテやんね。てか、あれだよね。終わった？もしかして。そういうことやんね。え、終わったってことやろ、これ。ってことはもうここで決めるしかないか。なるほどね。よし。じゃあここでやります。おい、逃げんなって。おい、なんか消えそう。お、まだおる。これ、あ、消えた。そう。でもおらん、おらんなって。大丈夫やったんすね。まあ大丈夫なんすね。はい、高台ベースに。あ、おったおった。めっちゃなんかの鳴き声聞こえたよね。黒曜の原野での調査ご苦労さん。どうもどうも。全部見て回りたかったな。大大大発生について何か分かったかい？いや、別に何も。なぜか豪雨。いつも豪雨？確かに晴れてからなくなったもんね、マーク。え、ゾルダの時も豪雨やったっけ？どういうことだい？豪雨にポケモンが集まるのかい？ゴメも豪雨に反応しているのか、それとも大大大発生に反応しているのか。もっと調べるしかないよね。とはいえ、どうすればいいのか。黒曜の原野は一通り調べたけれど、謎が増えただけだよね。お、暗い顔をしていると美人が台無しですよ。久々だね、おばあちゃん。あら、夕顔さん。それがさ、豪雨の間の大量発生。聞いたことないね。まあ、いろんなことが起きるのが人生ですからね。信用信念にポケモンが降りてきたり、そうそう経験できないことですよ。ポケモンもパルキア様の出現に反応しているのかもしれないね。冷静だな。あなたたち、ことぶき村に行くとするかい？ひなつの店には人が集まる。人が集まれば情報も集まりますよ。あの子のお店、人気ですからね。そうか、ひなつの散髪屋。ほう、なるほど。大大大発生を目撃した人がいれば、何か情報を得られるかもしれないよね。決まりだね。散髪屋でお待ちしますよ。